近藤康平は、日本の現代音楽の作曲家。日本作曲家協議会会員。日本現代音楽協会会員。1965年、兵庫県宝塚市に生まれる。作曲は独学。関西学院大学文学部美学科にて、旗道やから音楽学を学ぶ。日本の音楽展、作曲賞入選ベルリンドイツオペラ。 クラング・デアベルト・オスト・ツィアン作曲コンクール第2位。2006年、ピアノ競争曲が、福村真弥氏の独奏、パオル・フェッダーラ氏式の関西フィルハーモニー管弦楽団により初演。2013年2月には、山田学ギター、松尾助隆式で、ギター競争曲、旅するギターが初演された。現在はサラリーマンを続けながら、作曲活動を展開している。 山や自然に関わる作品を多く作曲し、自身を山の作曲家と呼ぶ。この理由に、近藤は、西洋クラシック音楽の作曲家たちが、都市のハイソサエティの中で活動していたから、彼らは、町の作曲家であり、自分は、そのようなバックグラウンドを持っていない人間だから、それでいて、彼らに匹敵する高度な音楽を作りたいという意志を、この言い方に込めていると述べた。 また、左手のためのピアノ曲を数多く書いており、その曲は縦の泉にも演奏されている。ありがとうございます。